ですか？川が好きなんですか？いや、いやそういうわけじゃない。山の御岳、そこ先だ。ありあらわし。妻入り。妻の方が入り口、はい、ね。妻入りね。雪の少ないとこは、この平の方が前出てます。あ、う、あ、ん。動きが。ああ。ここで、こっちから入ると平入りです、ね、うん。はいはい。うん、で、これは大体まず、妻のから、越後にかけて、雪の多いところのうちの作り。妻入りなんだ。うん、なるほど、ね。確かに雪が落ちてくる、ね。冬に外へ出なくていいという作りで。ああ。なるほどなるほど、うん、全部屋根でした。屋根で雁木みたいな。なるほどね。村上は全部平です。平屋で、ここがお店があった場所で、うん、ここからこの橋やからこちらですね、うん、で、今土間ですと昔はこれ全部床を張って、うん、ちょうどここからこう、あ、これ、あ、うん、切ったんだ、うん、うん、
ここは 何のお店？お店はあの金物屋。あ、金物屋。だから金物屋ですけども、うん、やはりあの北前船の、ね、そっちの方が商売としては大きいわけですね。なるほどね。うん、で、ここはちなみにさっきの仕留めの跡がここに、うん、え、ここにもあるんだ。これ。あ、これ。うん、あ、そうだ。こうポンと置いて。でこれはトントンとこう2枚なんですね。なるほどなるほど。ここで上からぶら下げた。あ、これ。あ、これが。え、でここにこうぶら下げて、ここをトントンとか。あ、あんなんでぶら下げるんだ。でここはもうここにあったやつを外してしまってるので、あとはないんですけども、ここに留めた跡が結構残ってるのね。こういうところ、これ上に。でここのうちはね、ここに仕留め戸があって。多分ここにもあったと思うね、古いとこ、ね、うん、で、ここのとこにあの王都という扉、この柱の跡があって、あの上 の, あ上のそうそう、はい、それでここにこう扉があって、あ、王都があったんだ、こっちのが、で、くぐり戸もあったんだ、くぐり戸もあったんだ、そうか、なるほど、なるほど、はい、あ、ここは大丈夫ですか、これ帳場。帳場です。2階はだからお店の上だけしかないんです。こっちは2階がない。店の上だけ。うん、で、お店の後ろが帳場。で、影は難度。難度ね。うん、で、帳場の上には大きな神棚が。大きいですよね、神棚が。これは欅の戸ですか？なんか立派な戸だな。これ。あっち。あ。これは。違うか。板とかね。もう一番古いのはただ全部、オール板。板ですもんね。でその次にただこのはめ込みの障子が入ってる。で今度その後にこれはその後なんですね。このスライドしますのでね。この。あ、本当だ。おしゃれ。これは何のためにこんなスライドするんですか。やっぱり遊びです。遊び遊びですか。そうですで昔はあの。みんなほら夏物の障子と取り替えた。ああ、なるほどなるほど。通気よくしたりね、塞いだり、そういうことですか。この間までやってたあの朝ドラの、あそこの、あの商家、大阪の。どこのでしたっけ。あれは、あの舞台が大阪の商家ですね。この間までやってた。あの、朝が来た。朝が来た、朝が来たの商家ね、はいはいはい、朝の商家、あそこの商家でもあの住宅の方の、前がお店で後ろが住宅、ね、住宅の方になると、夏になると夏物に取り替えてました。あ、なるほど、そうですか、気がつかなかったですか、気がつかなかったです。今度、まもなく再放送始まるので、あ、そうですか、ちょっと見てください、見てみましょう。あ、ちゃんとしてるんだ、NHK じゃ。あ、朝が来たね、なるほどね。でそこにあるミシンのところにある柱、あれ取り外しができる。取り外しできる柱ですか。昔は冠婚葬祭みんな自分の家。ああ、広くなるんだ。で、あれポンと外すと、これ3つの部屋が1つの広間になる、ね。相当大きいですね。だって32畳分ぐらいあるのかな。で、そのためにこういう大きな梁をかけてる。相当大きな松の梁ですかね。これ大きいな。でも雪が降るんでしょ、この辺は。これで持つんですか。これで。はい、これで持たせるんだ、こんな広いの。で、普段はいつも柱立ってて。ああ、なるほど。で、この柱は間仕切りするためには必要なわけですね。なるほど。これを支えるというより。あ、間仕切り用だけだから取り外していく。なるほどね。こういうことですか。で、こういう位置は、どうしようまで通り抜けできるんですね。この町内は前の道路と後ろの道路で大体100メーター。ああ、100メーター幅で。間口は決まってるんですか。間口は3軒から5軒。あ、それ以上広いのはお隣買って広げたうちです。ああ、そうなんですか。ほんで、これこの土間は南側についてます。ここはこっちが南。南側ですね。それ何か理由があるんですか。あの冬の明かりと。ああ、なるほどなるほど。でここのうちは右手から入る。で向かい側のうちは左から入る。あ、そうなんですか。で通路は南側。あ、そうなの。
窓。あ、窓あるある。あ、あれ開け閉めどうやってするんですか。昔はここに廊下があった。あ、廊下があったんだ。はい、うーん、はい。あ、そうか。聞かないとわかんない。それでまたもうちょっと高いと窓がついてますね。あ、なるほど。ここで南側から明かりを取るわけ。はい、うん、でこれはあの、隣の家は背が低くなったので、後から開けた。あ、そうなんだ。もともとなかったんですか。もともとはこう横に細長い窓です。あ、この軒先のここについて。こう天井を張らないのは前から天井を張らない。はい、だからこういう家は夏は涼しいし、冬は寒い、うん。冬は寒いですよね。2階は何を使ってたんですか。2階は何ですか。2階は、ね、まあ、一応お座敷になってまして、床の間と違い棚がついてる。お客さんが寝そうな。でもやっぱりお客さんよりもあの、家族よりも。家族の。例えば冠婚葬祭なんかって上で3段ぐらいね、床の間ついてますもんね。あ、そうなんだ。うん、ここで下で広い。あ、全部家の中でやる、うん、全部昔はうちのところ。井戸もどの家にもあるんですか。家の中にもあるんだ、ええ、うん、水はたくさん出るんでしょうね、この辺ね、うん、でここからこっちが台所ですね、うん、そうですよ、水屋、水屋、うん、ああ、うん、それであそこに水屋がある。で、この辺にも大きな囲炉裏があって、あ、囲炉裏、ね、うん、この囲炉裏の周り、こうこの字型に薄べりとかそういう敷物を敷いて、うん、ね、で、ここが土間ではなくて板の間ですけど、板の間になっててね、ずっと、うん、で、今とこっちの水屋の間にも仕切りがないんです。お一つ使う、全体に。かまどはどこにあったんですか。かまどは多分ここです。あ、ここか、上がってるかもしれない。ああ、なるほど、なるほど。確かに、日が違ってそうか、ここが。これ、その柱からこっちは、天井がなくて、全部、剥き出しです。剥き出しだ。小屋組が全部剥き出し。で、ここの小屋組は入れ替えに組んである。あ、しかも2段に2段になってますね、針がね、すごいな。扱ってる材料はみんな細い材料。あ、ここのこの部屋みたいな2階はこれはね、昭和30年頃の2階ここに作ったらしい。ああ、そうなんだ。で、こういう家は柱と屋根しかないので、いくらでも改造がある。なるほど。しょっちゅう改造して使ってましたよね。そういうことなんだ、水は今でも使ってます。あ、そうなんですか。うん、今はポンプで止めやるんですか。まだちょっと中の方があったかいのでこう汗をかいてます。あ、なるほど。そういうことか。で、ここから前が母屋になります。ここが仕切りなの。これが仕切り。で、母屋はここのやつは家田に組んで、小屋組はいろんな組み方がありまして、一番多いのはこの太い梁を乗せていくやつですね。あ、母屋形で、この形はあんまりない。あ、そうなんですか。家田確か見えるな。うん、二段だ。で、こっちの上にはないです。あ、本当だ。で、これはここからの鞘。あ、なるほどね。本当だ。これ別々に建てたんじゃなくて、ずっと別々別々に建てたんですか。後で屋根つけて。いや、あの、うん、まあ、あの、とにかくここで全く別なんですね。うん、で、これとこれはすっぽり覆ってるからの鞘。ああ、鞘ね。で、ここの柱のところで屋根が一緒になる。ああ、そうか。ここが蔵の前の通称廊下って言ってましたけど、うん、で、この、まあ、このタイプの蔵が、まあ、ほとんどですけどね、みんなこれ切妻造りの造りです、うんうん、で、ここの蔵の特徴は1階が、まあ、住まいとして使ってるケースが、あそこで暮らしてます。あ、うん、で、母屋のほうには押し入れとかそういうものがない。ああ、そう、叩けるだけ、
ここでそれは何かというかに調度品とか家財道具全部ここへ入れて、うん、使うときはここから出して使う。じゃあこの戸はいつも開けとくわけですか。常に開いてます。火事の時以外は閉める。閉めるね、火事の時は閉める。あ、そっか、この中にあるんですよね、うん、引き戸が、うんうん、でこの扉はさっき言いました磨きですね。磨き、うん、ちょっと傷がついてますけれども、磨き苦しく拭いてます。でこの扉の形、ここの蔵、うん、パソコンの蔵のあれは扉のこれ段がついてますね、うん、はい、で3段から5段まで、あ、そで予想行くと大体は3段の段、そうですよね、ここは3から始まって5まで、うん、なるほど、うん、でこれも競争で増やしていく でしょうね、うん、で職人も競争します。あ、そうですね、五段の蔵の扉を、うん、作れるだけでないと、うん、重量がどんどん重くなっていきますので、ね、ですね、で2箇所で止まってるだけですが、こう下がってくる恐れが、うん、そうですよね。でこの磨きができないと一人前の盛んの職人が、うん、あ、なるほど、難しいわ。でこういう磨きの蔵は日本中にあることがある。だけどここは今48残ってるから、ちょっと7割以上が磨きない。まとまって残ってるのはここだけ。ここだけですか。すごい。で、それとこの扉の鞘、これがついてるのもこの主の側の利益だけです。あ、そうなんですか。うん。よその地方にまずない。確かに見ないよね。でこれはあの、うん、古い蔵は、うん、ここから下。ただの格子があるだけ。ああ、そうなんですか、うん、でそのうちこうつなぎがこうついて形がこう決まってきますね、で明治の18年頃から飾りが入る、うん、でいろんな飾りが入ってでこれがだんだん手が込んでくる派手な、なるほど、これは実用性はあんまりない。扉はあります。もともとは実用です。扉が傷まない。ああ、傷まないようにね。うん、ああ、そうかそうか。だから鞘なんだ。うん、で、この扉と扉周りは、蔵を作るときにこう土台柱立った後にまた細い材料でこの形を作るわけですね。ああ、そうなんです。で、壁土をつけて、その時はもう最初にその枠を作った時点ではめ込みするんですよ。作ってからじゃとっても全然。ああ、はまらないから。でそれでこれで壁土でこの形が出来上がった上にこの白、白漆喰を塗るんですね。あ、でだからこの黒の下は全部白です。あ、なるほど。全面に白を塗って磨きをかけて、でその上に黒をかけて、さらに磨いて、顔が映るくらい磨くと。手間がかかってるんだな、お金と手間のかかるんですね。すごいですね。じゃあどうぞ。いいんですかこれ。じゃあ失礼します。あら、これは床板は栗です。はい、栗の板。お邪魔します。
雪はたくさん降るんでしょうね。雪すごいですよ、ここはものすごいです。高瀬市対横手市でもこの辺はもう増田町は最高ですね。嫌なとこです、冬は。この黒いのはですね、当時木を長持ちさせるため柿の渋を塗ったそうです。ですからこのうちはね、煙でいぶしたうちではないんですよ。あのこの蔵の後から建てられた蔵に増田は漆を塗るようになりました。で柿の渋も漆も抗菌作用がありまして木が長持ちしますね。で蔵はね、豪華になっていきましたね。漆を塗るようになって、うちはそれ以前の早い時代の蔵ですね。ここはね、半分ね、あの壁塗ってないんですよ、土壁。ですからこれ昔のね、土壁がこう向こうからはみ出したところがこうなってますね。で4段の傘、土です、壁です。昔の土壁、土壁です。ここ半分塗ってないんですよね。で4段の重ね張り、これは明治初めの特徴で、今増田の蔵ではこの蔵だけに見られるそうです。あとこれ長納という昔の古い大工さんの道具、こういうあの欅の丸太、皮からねこれ1本でこう削るようにしてこういうふうに成形したそうですよ。こちらにどうぞ入ります。このうちで何かあったときに使います。私たちの代では娘2人をここで結納させたりしましたね。でこのうなぎですけれど、これがですね、この蔵は長さ10点半なので、これ20メーター1本通ってます。この蔵はあの増田の火災の延焼をここで止めるために建てられた、住宅として建てられた蔵です。増田で一番大きいそうですよ。でこれ20メーターですから通ってます。これ松ですか？これが松ですね。それも松、上は何だ？これがね、杉じゃないかと思います。あ、杉でやってる。うちはあの名木を使う前の、あの古い蔵ですので、上がってきたところは欅で、これは松ですね。奥に行ったあの蔵の床はね、あの栗ですよね。栗か、丈夫だね。あの奥の蔵ですけどね、これからは、ここから出れます。これは何のためにこういうことしてるの？ここがですね、増田の真ん中です。それで江戸時代にね、この増田で廃墟の土管を来てるんですよ。それでこの家はですね、200年暮らした後で、当時の増田村の役所から、今度火災が起きたら、このここで延焼を止めようと。ああ、そういうこと。それでですね、うちの8代目が当時の増田村から要請を受けまして、100年暮らした後で住宅を蔵にしました。ですから増田で行ってみると、この家は木留めの住宅ですね。今何代目なんですか？主人は今12代目です。江戸時代 の元禄時代から350年ここで暮らしてます。この辺では、あの、こういうものは？これはですね、いえ、あの向こう側の郊外に、このうちが盛んだった頃、別荘があったんですよ。その玄関のところ。あ、そうですか。これがですね、日留め唐草、木伏せ唐草という水の模様の固定です。ですから、この蔵だけに違います。
増田の蔵はこの蔵以外はね、うん、奥のお宅もずっと奥の方にあって、うん、そのお宅の、ね、うん、個人のうちの第一のね、うん、それから普段使わないのが島京都蔵ですね。ですからこの蔵だけがね、あの増田の他の蔵と違って不動明の住宅ですね。日留めから草、日伏せから草と言いますね。で、蔵に直してから150年、火災起きてません。こちらの水路はですね、江戸時代に、うん、これね、うん、人工的に作った。あ、人工的に作ったんだ、俺。マスターの真ん中なんですね。うちの後ろは、バスがね、110メーター続いてますよ。その後ろに、早稲田小学校があるんですけど、うん、そこはね、広い城跡です。あ、そうだったんだ。そこにですね、堀があって、うん、そこにこう流れてるんですけど、ね、ずっと繋がってるんですね。そうです。ずっとうちの、ね、屋敷の脇を通ってます。お城ってと江戸より前、前だった、ね、前ですよね。中世の城。うん、小笠原市とか。あ、小笠原なんだ。よいしょ。じゃあ奥の蔵をご案内しますので、ここも漆喰の扉が日よけで。これはこういう。これは、あ、スライド。スライドじゃなくて。うん、じゃなくて。これ外すと。ああ、それでぐるんと。ここに。あ、そうなんだ。その時はね、これをね、外す。ああ、そうなんだ。昔この蔵に来た頃はね、うん、まだガラスもない時代なんですよ。ですからこれ、すごい。であとこれは、ね、これ半分すごい。夜締めくる。なるほど。泥棒よけ。泥棒よけですね。ね、松はね、今大変貴重なんだけど、樹齢で、で松が木の中でね、一番パワーがあるそうですね。うん、そうですね。いやいやいや、すごいわ。今度奥の方に行きます。これがあの神棚の飾りです。後ほどご説明しますので、はい、どうぞご注意ください。いや、奥の方からお願いしますので、どうぞ。はい、うん、よいしょ。一直線に見えますね。はい、じゃあどうぞ、ここ足元気をつけて。一直線に見える。見える。うん、この家はもともとどういうお商売だ。今修行だ。はい。不思議だなと思って。でここまでが蔵ですね。ああ本当だ。ここまでが蔵になります。で蔵の中にあの台所ありませんので、この場所は台所。あ、ここ台所なんだ。はい。で今こう半分仕切ってますけど、ここは広いあの土間の台所ですね。でこの中に堀井戸流しかまどが、うん、今も堀井戸がありまして、うん、あの水中ポンプ入れて地下水はまだ使ってます。元気いい元気です。で冬はあんまり寒いのでここ半分仕切ってますけど、うん、で上の梁見ていただくとですね、こちらの建屋の方が古い建屋ですね、うん、江戸時代です。丸太のまんまの梁ですね、うん、はい、こう二重になっているのは雪の重みにこう耐えられるように、はい、こう二重張りになってますね、うん、はい、じゃあどうぞ、はい、ここの方に、こちらの部屋は私の母がですね、あの古い建屋の中に後から作った部屋です、うんうん、お茶とかやってましたら向こうに炉を切ってますね、うんうん、で床の間にあるあの人形は私のおばあさん、はい、明治23年に嫁さんに来る時に持ってきた人形ですね。だからうちに来てからあの人形130年になります。あ、はい、ずっとだから130歳になりますどうぞ、はい、
何軒かの家を叩いてるみたいな。これが奥の蔵ですか。はい。はい、これがうちの本来の蔵、はい、物をしまっておく蔵ですね。こちらは建てられてから170年になります。江戸後期ですね。で、益田で今公開している蔵の中で一番古い蔵です。で、建てられた時代がずっと早いので、こういう何にも飾りがなくて、白漆喰で本当にシンプルですね。で、天井もこう低くなってます。あ、本当だ。え、これ2階建て。ええ。で、間口が3軒、奥行き7軒で、総2階ですね。この2階に前で使ういろんな道具類、全部この2階上がってます。で、後ろのですね、窓の右のずっと奥に裏門が見えると思います。あそこまでがうちの奥行き。ああ、裏門見える見える、はい、110メーターの奥行き。敷地としては300坪です。300坪、はい。その滑り台はいつの時代なんですか。昔の時代。これは私が小さい時ですここの中で、はい。で、この木馬はですね、ここに親父の写真がありますけど、うん、親父が大正元年生まれで、うん、この三輪車もその時のものですけども、あの木馬もですね、うん、親父が小さい時に。なるほどな。これ相当おしゃれな感じ。今から数えるとこの写真は100年前の写真です、ね、すごい。で、小田市殿下もここまでいらっしゃった時に、あの木馬見てですね、私あれで遊びました。私も遊びました。全然リアリティが悪すぎる。木馬でもね、すごい。この床が栗なんですか。はい、栗ですね。ここいいですか。ここまで。これは障子。そうですね、障子ですね。組子ですね。組子、組子。これは蔵です。別に住むわけではない。普通の蔵。これは物しまっておく蔵です。はい。で、後ろに座敷ありますけど、はい、あそこ本来は板敷きだったところを、うちの親父がですね、昭和20年代に座敷にしたところなんですね。だから益田の蔵の座敷はですね、明治の初め頃から作られた蔵は、大体後ろに畳敷きの部屋を作ったんですね。で、そこの主人がくつろぐ場所に最初は作って、だんだんに今度はお客様を接待するようになって、だんだんに豪華になって。この上の動き状態が。そうですね。はい。パルやらなんやらというのを。確かに。で、この角はね、ちょっとスマイルみたいになってたところですね。そうなんだ。角は。畳から、襖から使用人の人が。そうですね。なるほど。で、こちら見ていただくとですね、はい、3つの掛け軸の真ん中が前の蔵を建てたうちの8代、はあ、8代のおじいさん、当時ちょんまげですね、うん、で、右がひいおじいさんで9代です。で、こちらが10代で、私のおじいさんとおばあさん。このおばあさん、さっき人形持ってきたおばあさん、はあ。で、うちの10代のおじいさんですね、こういうお煎茶やってますので、こういう小さい急須ですね。小をやってますので、こういう天国の。お、天国だ。こういうのもみんな蔵の中に残ってます。すごいな、はい、貴重だよ ね。で、そこに書いてますように、中林ご地具っていうのが書の師匠ですね、はいはい、10代のおじいさん。それは翡翠のハンコかな。で、みんな佐藤又六という名前ですけど、私も今佐藤又六という名前を、はい、襲名しています、うん。で、うちの10代のおじいさんですね、生まれた時の名前が佐藤喜太郎という名前ですよ。これは先生方こう名前変えて印鑑をした明治時代の卒業証書、うん、東京専門学校、うん、今の早稲田大学、うん、明治25年に東京専門学校、今の早稲田大学をうちのおじいさん卒業した時のこれ卒業証書。学校長の鳩山和夫っていう方は、この間総理大臣やった方のひいおじいさんで、下の写真はですね、早稲田大学を創立した大隈重信とうちのおじいさんが卒業の時に写した
記念写真、ここに大久野重信おります、この人で、隣が娘さんで、うん、娘さんのお婿さんがこのひげ生やした、うん、でうちのおじいさんはここにおります。うん、他の人が着物着てるとき洋服着て、ハイカラにしてたりしてます。でこのお婿さんはですね、岩手県の南部藩、40代のお殿様の次男の方で、東京専門学校の初代の校長さんやられてます。でうちのおじいさんもですね、学校卒業してからこういう格好してすごいわ。でこちら見ていただくと、うちの先祖がいろいろと地域に貢献したっていうんで、はい、秋田県知事からの感謝状がいっぱい来てますね。でここに北斗銀行の100年調べますけど、うん、増田が銀行発祥の地、うん、で北斗銀行のある前は宇後銀行と言ってました。で宇後銀行の前身が増田銀行、明治28年に株式会社増田銀行、9人で銀行を潰ったんですね。その時にうちの9代目と10代目が親子で100株と50株出資して、で当時の資本金がですね、ここに5万円って書いてます。今だと15億だそう。15億か。5万円が明治28年の5万円。でここにあの日本全国商工人名録ってありますけど、増田がついてたというのでいただきました。ここに増田村の商工人名、明治23年ですね。うちはここに荒物商佐藤又六でこう載ってますね。タバコじゃないんだ。あのタバコはですね、ここです、木とタバコの商いです。でうちは荒物商、当時の荒物商は今の時代でいうとちょっとした商社みたい、そうですよね、何でもあり、はい、あの大物がお船でいろんなものを持って秋田の辻崎港まで行ってですね、帰りには北前船で来たものをまた持ってきた、そういう商いをしたと言われていました。はい、はい、そういう。でここにお皿がありますけど、タイの日本大使の方が去年の8月にいらっしゃったんですね、増田に。でお礼にということで、これタイの日本大使館から送られてきました。これタイの伝統的なお皿で、五色焼きのベンジャロンというお皿です。はい、ベンジャロン、でこの一番上にあるのはですね、明治時代の高等小学校の教科書です。でそちらに大学帳とかってありますけど、これもですね、みんなあの蔵の中に残っています。はい、これは昔の学校ですか。これはあの今の小学校の前の小学校、大正時代の。立派だな、はい、私もここに入ります。まあ、一番栄えたところですか。11代、はい、あ、これ役場通り、はい、これはこの表通りではない、表通りですか。あの今ここのところがあの郵便局になってます。だからここの通りと同じ幅の通りですね、全部。なるほどね、はい、保管しないで、寒くて保管しないですね、はい。だから増田でこうずっと350年ここの位置から、うん、あの先祖から暮らしてるっていうのはもう一軒だけです。うちともう一軒だけ、あそこのもう一つの重要文化財の家で、あそこは、ね、明治で、あ、そうなんで、あのそこに障子っていう東海林って書いて障子、はい、本屋さんありますけど、そことうちです、ね、あそこだけ。うん、あと明治の初めからだと、あの12軒ぐらい、だから、なんていうか、こう入れ替わり結構あるの。 あります。万武会は今の人で3代目。そうなんですか。前に住んでた人は別の人。あ、そう。だから前の母屋の方はですね、明治に建てられたのは前の人が建てたうちで、蔵は今の人の初代が、あの昭和10年ぐらいに建てた、増田で一番新しい蔵。うちが一番古い、あの歴史はありません。地理的に難しかった、はい、横手と湯沢が決まっていました、ね、あ、じゃあしょうがないですよね。で湯沢の方から来る十文字との境のところに、うん、あの川が流れてます、うん、あ、はい、
そこのギリギリのところにあの山があって、トンネルと橋を架けなきゃ。ああそうだ、難しかったんだ。それで松田が妥協して十文字のところ。なるほど。この漫画さんも古いんですか。ああそうですか。はい、すみません。じゃあ、あのなければいいんですけど。ここのところから説明します。はい。これが。ここにですね、国から来た重要文化財の指定書がありますけど、はい、この指定書はですね、あの大蔵省の造幣局で、お札と同じようにして作られた透かしの入った。偽造できない紙にこういうふうに指定書になってます、今年の2月ですね、この母屋の蔵と後ろの蔵と両方とも、はい、でここに徒京と木花っていうのですね、紙棚見ていただくと一番上にこう組んでる、これが徒京ですよね、でこう横木の先のこれ象の頭の部分、いやこんな神棚見たことない、これが木花、ね、神社がすごい、すごい神社、徳京と木花が個人のうちの神棚にこうあるというのは大変珍しい、珍しい、秋田県では、あの京和町に唐町神社ってあるんです、はいはい、それと小賀の御社堂とか、御社堂、確かにそういうところにはこういうのついてるそうです、ついてますね、御社堂ね、で真ん中の鏡はですね、江戸時代の鏡師が作った鏡で、銅でできてる銅鏡です。で鏡ですけど、あれはお日様ということで、アマテラス大神様、で真ん中のここにあってもらってるのは守り神の蛇、これが巫女さんの姿をした女の人がこうお使いしてるとなるほど、この写真見ていただくとですね、女の人がこうで下の写真はですね、これ鏡の裏です、鶴亀と松竹梅の模様が入ってる、そうなんだ、あ、本当だ、すごいね、凝ってるね、色がもしかしてついてる、そうだ、すごい、この仏壇も、はい、これも髪型から来た仏壇 でこちらにかかってるこの柱時計はですね、この蔵が完成した明治、はい、3年かかって完成しましたので、明治4年にうちで購入したアメリカ製の柱時計で、これはニューヘブンっていう、あの会社の柱時計、ゼンマイでいっぱい巻くと1週間も動きますね、そうなんだ、はい、すごくいいと、で、あの結構ね正確ですので、これ毎日生活に使ってます、あいい時計、で昔はですね、仏間、客間、はい、今をずっと一部屋にして、ここで冠婚葬祭やりました、そうですね、そのためにこの図書寺家財道具、これ全部寄せます、で真ん中の柱もですね、ここのとこから取り外しします、え、取れるの、これ取れます、すごいですね、でここ何回も取り外ししてます、かけてます、で仏壇も寄せまして、そうするとずっと広くすると約40畳ぐらいになりますので、ここで冠婚葬祭、私もここで結婚式やります、あそうですか、はい、え、向こうに屏風立ってるんですか、え、反対側、こっち側に屏風立てる、そう、今あそこに屏風があるんですから、あそこら辺に金の屏風をやってる、あそうなんだ、いいですね、はい、あれ扇風機があるしゃれてるね、夏は暑いですか、そんな暑くないでしょ、夏は涼しい、涼しいでしょ、あのそこにあの鍵がかかってますけど、その下にここにあの、いろりがあったんです、あいろりあったんだ、あれは自在鍵を下げる、うんうん、今自在鍵なくなってあれだけ残ってますけど、こっちこっちには自在鍵があります、これがあそこに下がってったんです、そうなんだ、でここにいろいろありますけど、蔵の中なのでちょっと小さいですけど、ここはですね、あの昔火を焚いたりして天井に煙抜きがついてます、このロープの先、あれ煙抜きなんだ、トンがついてますね、はい、このトンが、このロープを緩めるとこちらにこうずっとスライドします、ここまで、でここがこう開いて煙抜きです、で明治時代は電気ありませんので、あそこから明かり取りします、明かり、はい、
マスダは明治43年にマスダ水力発電ができてます。そうですらしいですね。秋田県で4番目に早かったんですね。でその水力発電をやったのがそこの筋向かいの松浦千代松木、うん、そうだそうだそうだ、うん、それだ、うん、でこの横座の位置はですね主人が座って普段ここでお茶飲んだりする場所ですけど、うん、そこの場所に座ると先ほどのところにずっと中部線に見える場所で、うんね、主人がそこでお茶飲んでて後ろで誰が何やってるかってこう監視できる、うん、そういう場所ですね。あ、ここにも扉があるんだ。至るとこにあるね。すごいね、うん、はい、以上でありがとうございました、はい。